いらっしゃいませー。それじゃあ、ゲーム動画始まるよ。言わずと知れたバイオシリーズ、洋館事件前の奮闘劇始まるよ。難易度はノーマル、普通が一番。ムービーはすべてスキップします。レベッカが森を調べていたら、列車を発見したので潜入してみた。あと、ビリーという死刑囚がうろついてるらしい。プレイ開始。とりあえず列車の前方へ向かいます。列車マップは狭いですが、行ったり来たりを繰り返すので面倒です。ゾンビ登場でもうカット。あ、しろよ。大げさな音楽とゾンビ大隊がお出迎えです。この通路は何度も通りますし、避けるのも困難なので、少し掃除しておきます。ゾンビが絶命したかどうかは、彼らの声を聞けばわかります。ちゃんととどめは刺しましょう。もちろんゾンビの相手などしたくないのが本音なんですが、通路が狭いのと、今作のゾンビは強めなので無理に避けようとすると事故ります。食堂車の鍵をゲット、来た道を引き返します。ビリーと出会うシーンですがカット。そしてさりげなく隊員のエドワード軍巡職。なんと、ただの犬か。残念ながら本作では、この列車内で一人の出番はありません。ここまでを15発の発砲にとどめているのでよし。一応レベッカの紹介をしておきましょう。レベッカはスターズのブラボーチームに所属している新米隊員。ポジションはリア、セキュリティ。今作時点で18歳だが、すでに大学を優秀な成績で卒業しており、特に科学分野に関しては、並外れた知識を持つ。そして、精神面が脆く、感情に流されやすい。いろいろとまだ未熟な子。ここもムービー。序盤だからムービーは多いよ。当たり前だよな。さて、スタート地点に戻ってきました。食堂車の鍵で反対側に進みます。鍵がもう不必要なことを察知できるバイオ主人公たち好き。ビリーと二度目の出会い。ビリーは協力し合うよう提案。レベッカはそれを拒否。ビリーについての情報が、人殺しの死刑囚であるとしかわかっていないので、当然の対応でしょうね。必要はないので逃げるよ。これでもかと挿入される幾多のムービー。嫌いじゃないし好きだよ。ビリーに助けられたので、彼を信用することになります。ちょろいもんだぜ。Are you okay? マニュアル、いらねえよ、べ。アイテムの整理をします。ハンドガンの弾をすべてビリーにぶち込むよ。それからナイフを捨てます。言い忘れてましたが、今作にはアイテム。ボルスは、これが一部に不要だったようですが私は好きです。いらないものを気軽に捨てられるので。ビリーにハンドガンの弾をまとめたのは、今後、彼メインで行動するからです。レベッカは体力もろすぎるんだよな。電源装置をつなぎ直して、厨房に行けるように。しかし、レベッカが閉じ込められます。鍵だけ拾えばいいんだけど念のためハンドガンの弾と薬草も拾ってしまう。備えあればガバなし。鍵をエレベーターで下に送ったら、レベッカはしばらくお休み。ちょっと眠ってろお前。入ってこーい。よし、仕込みやるぜ。ねっとりと鍵を見送りましょう。プレイヤーチェンジ。ビリーのターンです。使いどころのなかったナイフ君に別れを告げ、下に降ります。
あのさ、腹の中でぐるぐるしてる。まあ、誤差だよ誤差。さて、また列車前方へ向かいます。今度はビリーやニキの紹介をしましょう。あ、なビリー、公園、26歳、元海兵隊少尉である。23人もの民間人を虐殺したとして死刑判決を受けた。死刑執行のため護送車で運ばれていたが、その車が襲撃を受け、その隙に逃走、そして列車内に逃げ込む。身体能力が高く、銃の扱いに長けている。特技はピアノを弾くこと。あ、噛まれた。まあビリーならそれほど痛くないです。狭い通路ばかりだし、やはり敵はある程度片付けないと苦労しそう。車掌室到着。この数分でもう意味不明なぐるぐるミスを犯した事実が私に付きまとう。ここのスイッチ、ちょっと押しにくくて嫌い。少し左寄りだと地図疲労し、右寄りで調べると扉を開け出す大幅ロス。ハーブが見えていましたが無視。ここでもムービー。屋根で何かが暴れてるようです。暴れるなよ、暴れるなよ。広い部屋だなぁ。あ、この通路にアイスピックがあります。キーアイテムはこれだけですが、ちょっと寄り道します。この部屋は武器庫みたいなもんやし、ありがたく頂戴します。ショットガンの弾も拾います。ショットガンは終盤まで持ち込む予定です。ここで猟銃をゲット。プロハン様が列車に乗り合わせていたのは幸運ですね。まあ、猟銃が必ずしも必要かというと、そうでもないんですがね。なくてもどうにかなりそう。アイスピックは忘れずに回収。打ちできるチャンスです。装備しましょう。シンガーとの対マンです。こいつとは必ず一人で戦うことになります。倒さなければ先に進めません。構えは下方攻撃なのです。頭部以外に当ててもダメージはスズメの涙です。頭部に当たればこのように大きく抜けてるのでよくわかります。いちいちアイテム画面開くのテンポ悪いなぁ。撃った後そのまま未来ができたかもしれない。不安定なゲームですね。スティンガー戦は基本的にハンドガンと猟銃しか敵がないから、相手も控えめなんですかね。ショットガンの弾を使い切りました。猟銃は用なしなのでポイします。冗談数に勝つやつだね。ショットガンの介護官だし、ハンドガンでもしっかり頭部に当てれば相手は死ぬの。スピーダー君の君の姿かわいい。かわいくない。
パネルオープナーが落ちているので、拾っておきましょう。厨房まで戻ります。帰りは2倍速にするよ。エレベーターを使って、今度はアイスピックを送り届けるよ。アイスピックも武器として使えそうな代物だよね。でも使っちゃダメです。通路が狭いんです。ゆっくりのせいじゃない。この辺の客車は、何度かゾンビが再配置されるよ。すごくいやらしいよ。倒さなかったり倒したりしろ。この判断は、これ以上噛みつかれると、HP ファインを維持できない予感がしたからだと思います。お待たせ。こちらがアイスピックとなっております。ちなみにこのエレベーターは、ナイフを送ることができないよ。支障はないけどね。アイスピック消えてるか？ビリーが苦労していたアイスピック。扉の穴をほじくって役目を終えるアイテム。一瞬でも輝けることは名誉ですよ。ひとまずビリーと合流します。この扉の先はナイフを捨てた部屋に通じてます。熱いゾンビが見えましたがスルー。メインはビリーなのでもう一度プレイヤーチェンジ。それと共同捜索に切り替えます。共同捜索中は、捜査キャラに合わせてパートナーがついてくるので、こちらが基本になると思います。しかし、イベントなどで二人がばらけると、強制的に単独行動に切り替わったりします。単独行動中のパートナーは、捜査キャラが部屋移動をしてもついてきません。それと、共同中でも捜査キャラが扉を調べたタイミングでパートナーがダメージを受けていると、パートナーが取り戻されてくる。それに勝手に単独行動に切り替わるよ。これが嫌だからちょくちょく敵を片付けています。一応、あえて単独行動にすることもあります。TA ではショートカットに使えるので、超簡単に言うと、パートナーがついてきてくれる共同捜索が基本。パートナーが攻撃を受けているときは部屋移動するな。多分こんな感じです。さて、フックショットの回収ですが、有機的にも途中で単独行動に切り替わります。ちなみに、フックショットは枠を2つも占領するアイテムのクズの一つです。フックショットを回収したら、しっかり共同捜索に戻しておきます。これでよし。切り替えておかないと、レベッカが棒立ちで網に打たれ続けるからね。いろいろアイテムが落ちてます。弾とスプレーは後で回収します。ゆっくりゾンビに少し反応するレベッカ姉貴かわいい。邪魔ですね。今です。いかん、危ない危ない。伏兵がいましたね。ここでレベッカに切り替えてフックショットを使います。単独行動開始です。ゾンビの足音がしていましたが、ビリーが自動で相手をしてくれます。彼を信じましょう。フックショットというと、エイダおばさんの印象ですね。おばさん。フックショットはレッカーから狙ったらしいね。お邪魔します。動くな。私はスターズだ。もう抵抗しても無駄だぞ。このゾンビは倒さないといけないらしい。すまないように。この部屋にはナイフも落ちています。
ジュエルボックスを調べて、シルバーリングを入手。これで駒は揃いました。イベント。ここの扉や通路を塞いでいたヒルの卵が帰って、通行可能になります。先ほどのゾンビを倒したフラグが立つんでしょうね。ヒルは、別作のカラスや小蜘蛛のようなクソ雑魚なネクジなので、スルー安定。ハーブ、この画面でそのまま調合できるっていうのは便利ですねー。ビリーがいない?いた。ちゃんと片付けてますね。よしよし偉いぞ。一瞬でしたが、ちゃんと単独から共同に変えてます。これでレベッカも一緒についてきます。金と銀のリングをビリーにまとめます。色合い的に大鷲と狼のメダルみたいだー。車掌のカバンを拾います。さっきはアイテム枠の邪魔になるのでスルーしました。というのは間違いです。この動画を24回ほど見直してようやく気がつきました。アイテム枠が足りないのは最初に来た時です。サソリ退治後は猟銃を捨てたので、カバンを拾えました。ドアの開閉が2回増えたんだよ、ラーン。わかるこの罪の重さ。すいません、許してください。なんで。はい。続きも頑張ります。カードキー読み取り装置の前まで行き、もう1枚のリングをはめて中のカードキーを入手、即使用。このカバンをナイフで切り刻めば、5分で列車パート終わってたんだよなー。ムービーカット。ここでウェスカーとウィリアムがゲスト出演してます。This does not make any sense. How was the tea first leaked? And why did it contaminate both the lab and the mansion, as well as a train almost 3 miles away? That's irrelevant. We must make sure no knowledge of this gets out. Destroy the train. Completely. Last mission.列車が衝突、脱線しそうなので、手動でブレーキを作動させるよ。作動させるには、この運転室と、フックショットのあった後部デッキの2箇所で、簡単なパズルを解きます。ジッカードを忘れずに入手。これ取らずに後部デッキに行くなんてことはやめようね。ちょっと倍速するよ。その場合ゾンビとの戦闘をある程度避けられますが、上がって降りるのが面倒なので下を突っ切ります。1回で済んだから想定内。エドワード行き取ったか。レベッカでここに来るとムービーが投入されます。ビリはエドワードと接点がないので特になし。ショットガンの弾とスプレーを拾うよ。スプレーはすぐに消費しちゃうよ。HP が黄色ですね。腹を抑えると移動速度が低下しますが、そのようになるのは黄色ではなく、代々からのようです。
ート終わり。ご視聴ありがとうございました。オッスオッス。パート2始まるよ。形はともあれ列車が停止しました。キャラたちは外に放り出されています。操作可能になったらビリーに切り替えてさっさと移動するよ。前回の列車での出来事は行動特急事件とか呼ばれているらしいです。もちろん初代の洋館事件より前の出来事です。今回の動画は妖精中前半です。洋館や警察署のような広いマップになってるよ。仕掛けが楽しみですね。やっぱりあのお屋敷でしょ。まず、クランクハンドルを取りますが、レベッカを置いてビリー単独で行きます。クランクハンドルを取るとカラスが侵入してきますが、それにレベッカが襲われた経験があるからです。前回お話ししたように、パートナーが火ダメ中に部屋移動すると、パートナーがついてきてくれません。そのようなことが起こらないよう、レベッカはお留守番させました。要は安定思考のプレイングです。特にしたら共同に戻す。Come on! あ、そうだ、キャラの移動速度について話すぞ。丸1は丸腰もしくはナイフ、火炎瓶装備。丸2はハンドガンかマグナム。丸3はショットガンやグレネードなどの大型武器です。ピンチというのは HP 代大以下、もしくはポジった時の数値です。ピンピン丸腰レベッカを100として基準にしてるよ。ビリー圧勝ですね。よー、バジリー、遊びに来たぜ。 I'll go alone. Roger. レベッカをリフトに乗せ、ビリーはハンドルを回してリフトを上げるよ。クランクを回すのはビリーにしかできないため、必ずレベッカがリフトで上昇することになります。上から来るぞ、気をつけろ。虫は虫。今の部屋はまた訪れるので、その時に虫からダメージを受けてしまう可能性もありますが、ここに緑と赤の薬草があるので、ヤバそうだったら拾えばいいと思います。まあ、次ここに来るのはビリーなんで、赤ハーブは無意味ですけどね。理由は後で話します。これまた広い部屋だなぁ。養成所内でフックショットの出番はありません。邪魔なのでこの辺りに置いていきます。ロックを外したらプレイヤーチェンジ。上に虫がいるからうるさいですねー。レベッカをリフトで上げた後、ここの通路にゾンビが1体追加されます。さっき無視したから挟み撃ちにされたよ。お前のチャートがバザバじゃねえか。再度ここに来た時に葬ってやるからな。後で楽しみにしとけや。丸腰の方が早く移動できるけど、アイテム画面開く手間もかかるし、どっちが早いか。先ほどレベッカが解錠してくれた扉へ向かいます。これでとりあえず合流です。ですが、レベッカは放置して美術品倉庫へ行きます。ここにはいくつかのアイテムと虫が配置されています。部屋をぐるっと回ってアイテムを回収すれば特に難しくはないと思います。
まずグレネード、次に白の像、組み合わせて使うキーアイテムです。最後にショットガンの弾、もうお腹いっぱいだThis way. Roger. 今度こそ共同捜索に切り替え、目標である火の鍵をゲットします。鎖巻き取り装置をビリーが回し、檻が持ち上がって中にある鍵をレベッカが取るという工程ですね。この装置もやはりビリーでしか動かせません。鍵をゲットするとイベント。センチュリオン君を巣を突き、レベッカを抱きながら移動するだけの敵です。グレネードで対応しましょう。一応制限時間があり、それまでに倒さないとレベッカが撃ってゲームオーバーとなります。ハンドガン23発撃ちましたね。グレネード抜きで倒そうとすると40、50発は必要かもしれないです。今更ながらキャラの特徴を雑に書いときます。赤ハーブは無意味なんてことを言ったのは、ビリーにハーブを調合する技術がないからです。レベッカに渡して調合させるなんて時間かかりそうでしょ。薬品の調合はレベッカのおかこですね。後にプラント42を弱らせる薬品を作りますし、ライターは今はオイルが切れているので使えないです。というわけでライターオイルを回収します。初期配置は2体なのですが、センチュリオンを倒してから来たので2体追加で合計4体のゾンビがいます。どこを撃てるんだよ。I'll go alone. Okay. 1体残ってますが、もういいでしょう。火の鍵を使って厨房に入ります。ライターオイルだけ取って急いで退出。あと1回噛まれたら移動速度落ちるね。調合ハーブがあるのでまだ気にするほどでもないかな。Roger. ライターオイルをビリーに渡しておきましょう。ここである程度アイテムを把握しておかないと、いつも次の部屋でやらかしていました。アイテムを持てない状態でアイテムを拾おうとするミスはここが一番多いかな。ゆっくりの腕ではこの部屋が安定しないので、全て殲滅することにしました。まず黒の像をゲット。ショットガンを拾う前にハンドガンを捨てます。
と言っても、今回はハンドガンの弾を使い切っていたようで、先にショットガンを拾っていても問題なかったです。これ以降はショットガンメインです。それにしても、TA だというのにかなりハンドガンを使いました。120発は撃ったでしょう。他のシリーズと比べても明らかに多いでしょうね。まあ楽しいから OK ということで。ヘッドショットしないんですか？距離感がつかめなかった。火の鍵を使う箇所はもう一つあるので、そこに向かいます。この通路に来るの3回目ですかね。ゾンビ1体にショットガン2発って、恥ずかしくないの？BGM のない部屋もまた不気味ですよね。ドアの前にレベッカを設置。この机ですが、重いものには当てはまらないようで、レベッカでも押すことができます。しかし、こういった押すという行動はビリーに全て任せると決めておいた方がいいと思います。スイッチをしますよ、押す押す。キラリと光るショットガンの弾を見逃しませんよ。まあ確かが剥製にされてるのか。鉄細工の針をゲットしたら、プレイヤーチェンジして部屋を出ます。Let's go! Okay. ぶっちゃけ時間短縮効果があるのか。これがわからない。再び図書室へ。目標にある他のアイテムはこちらで入手できます。なぜか、書庫に入るためにろうそくをライターで灯す必要があるので、ライターをカチッと。立ち位置を微妙にミス。痛いですね、これは痛い。あ、書庫への扉が開く。やろうと思えば。Let's split up. Okay. こちらの本棚ですが、ビリーでしか押せないです。だから全部彼に任せるのが安定なんですよね。レベッカには、榴弾を回収してもらいます。そのままグレネードにセット。This way. Yeah.それから最初にスルーしたマイクロフィルム A をゲット。キーアイテムが増えてきました。少し整理が必要ですね。マイクロフィルムはビリーに持たせておきたいですし。グッドの書は、調べると白の翼に変化します。さらに白の翼と像を合成して天使像の出来上がりです。
アイテム画面を開くなら、一度にまとめていろいろ作業した方が効率的ですよね。ここでもレベッカをドアの前に設置。この部屋は移動距離が長いので短縮するために設置しておいた方がいいですね。着きました。時計控室です。なんとか攻撃を受けずに済みました。時刻を合わせます。毎回数値は固定です。まあ、いいわ。傷でいけると思ったのに。ハサミ打ちで噛まれた傷と今の傷をグリーンハーブで癒すことにします。やっぱり庭のハーブを拾うことになりましたね。ゾンビに噛みつかれていなければここのハーブはスルーできたでしょう。もたもたしてるとカラスに疲れるので先を急ぎましょう。レベッカ設置術で時間短縮です。ガレナシスターでございます。時刻を合わせたことで解錠された部屋へ向かいます。まずは2階です。ここ嫌い。ゾンビが4体いますがゴリ押します。まずマイクロフィルム D の位置まで直行。これは A と一緒に使います。なんとか突破。さっきハーブを使用したのでまだ余裕はあるはずです。次は1階です。こちらもビリー単独で行きます。こんな階段をまた登るのは時間がかかるので、もちろんレベッカ設置術を使いましょう。今は敵がいませんが、帰り道ではギタイマーカスが湧きます。ここが作戦司令室です。ゾンビがこっちに来る前にさっさと仕事を終わらせましょう。フィルムを2枚ぶち込んで、MO ディスクをゲットします。集会所の写真です。席に番号かアルファベットが書き記してあります。こんな感じでしたかね。左上の席から順に、0から F の16進数を並べているだけなので、覚えやすいと思います。これらの謎を解くため、集会所に向かいましょう。お久しぶりですね。さようなら。ギタイマーカスはほんと強いです。安定して倒すなら焼夷弾か硫酸弾が必要なレベル。コマ、投稿者下手くそすぎるだろ。今後も何度か登場しますが全て無視です。
平和が一番。集会所です。さっきの図をもう一度貼ります。MO ディスクを挿入すると、パスコードが表示されます。今回のパスは 2D ですね。座席の2と D の位置に移動して、スイッチを押すと、ドアロックが解除されます。余談ですが、このパスコードを押す順番は不問らしく、2D とあっても D から2の順に押しても良いそうです。プレイ当時はこのことを知りませんでした。これで3つの扉がロック解除されました。庭と天文台は養成所終盤に訪れます。まずはこちらの2階所長室前廊下へ。避けるのは簡単。帰りは知らん。さあ、ゲームを始めよう。所長室にはでかいチェスボードがあります。白のキングをこのように動かすと、チェックメイトとなるそうです。わかんねえな。お前どう？間違った駒を押したりすると、やはりこうなります。させると、机の上の仕掛けが作動します。今度はイービルの書をゲット。中からは黒の翼が入手できます。忘れがちなのが焼夷弾です。部屋の隅に置いてあるのでもらっておきましょう。抜けられました。ここは噛まれたことの方が多かった気がします。Come on! いや。天秤の前まで向かってからアイテムを整理します。ビリーがファインを維持できているので悪くないですね。こちらも象と翼を合成し悪魔像に、そのまま天使像と悪魔像を使います。善と悪の均衡が保たれるとき、新たなる道は開かれる。養成所地下に行けるようになったところで今回はおしまい。ご視聴ありがとうございました。陰湿な館とおさらばするパート3、始まるよ。今回は養成所、後半、になります。今更な余談ですがこの養成所というのは、アンブレラの幹部を養成する施設です。はいはい邪魔ですよ。ジャイアントスパイダーは狭い通路でたむろしてることが多くて困ります。どのバイオシリーズにおいても、基本的に雲はスルーですね。稀にパートナーがこじることがありますが、自分が無事ならなんとかなります。緑と青のハーブがあります。取る場合は今のうちに必ず拾っておきましょう。私は取ります。チキンなので。あまり意味のなさそうなキャラ切り替えと単独行動への変更。通風口を発見。レベッカが侵入できます。二人のキャラを別行動させる、分断させるギミックや構造がこのゲームにはたくさんありますね。
さて、別れたらほんの少しだけレベッカを操作します。電源操作パネルを攻略します。と言っても、5つのスイッチのうち、3つ目を下に入れるだけの簡単なもので、謎解きと呼ぶほどでは、ないです。操作が終わると、右窓にある効果が得られますが、ボイラーの蒸気以外はどうでもいいです。今いる部屋は拷問室です。これが拷問室の扉。こちらはモニター室。最後にボイラー室。この後ムービーが入り、レベッカが絶体絶命のピンチに陥ります。ビリーに交代後、すぐレベッカの元に向かいます。移動のみなので倍速します。その時間で、カットしたムービーの一部を右下で流しておきます。ウェスカーとウィリアムも登場しています。Initial plan and lure the STARS members into the mansion. Their superior combat training should make them perfect test subjects. Fine. In the meantime, something must be done about that madman. As I recall, URC is equipped with a self-destruct device in the basement. I'll find it, set it off, and annihilate the place to nothing more than a massive rubble. はい、本編はすでに無事合流しております。合流後のムービーは、簡単に言うとビリーは人間の鏡であり、23人殺害というのも冤罪臭いという内容です。さて、話を戻しますが、レベッカが電源パネル操作後、猿が解禁されています。出没エリアは狭いですがそこそこ厄介な敵で、無傷で倒すのが難しいです。こうやって壁を使ってジャンピング攻撃を仕掛けてくるあたりが強力です。後で謎解きをしないといけないので、猿は全滅させておきます。猿相手に空砲も撃ちましたが全然平気です。弾も回復も過剰摂取気味の余裕を持ったチャートだからね。ポジは、やめて。おお、抜けた。この部屋は訓練施設と呼ばれています。今回のパートで唯一戦闘が強制される場所です。熱い戦闘は野郎に任せてレベッカは柵を操作します。スイッチは、左、中、右、の3つですが、最短で行くと、左、しか使わないはずです。ハイビロス。硫酸弾。いいぞ、これ。この位置まで来たらもう一度、左、のスイッチを押します。編集してて気づきました。猿殲滅後のアイテム画面、
ここでのアイテム画面、完全にロスです。ショットガンを装備したまま移動、残弾数が0なので撃つときにリロードできます。つまりアイテム画面を開く回数を0に抑えられました。ちょっと細かく見ると簡単にガバが見つかるんですね。ついにハンターの配信です。こいつについては説明不要でしょう。攻撃される前にショットガンで撃った場所があるので、多分そういうのはと思うんですけど。お目当ての水の鍵ゲット。でも倒さないと進めないからね。じゃあ、死のうか。いい汗かきました。レベッカに共同指示を出してさっさとずらかります。ハンター退治後に、ショットガンの弾を使い切っていると綺麗です。アイテム枠を開けたいんですよね。余っていたらその辺に捨てるだけですけどね。アイテムボックスがないというのが有利に働いていて好きです。養成所を出るときに、多数のアイテムを持たなければいけないのでやむなしです。謎解きの時間です。鉄格子にはこう書かれています。死の連鎖に囚われし6つの魂よ。弱き者から命の炎を灯せ。大きく角を広げて大地に立つ。角ある者を標的に、狡猾な知恵で仕留める。しなやかな体育から繰り出す走りには狡猾さも及ばない。いかなるものを燃やすし逃さない、地上の王。足のない体で忍び寄り、地上の王すら毒で制する。大空を自由に舞い、足のない獲物を捕獲する。確かタスさんは、ここを去るとじゃれ合いながらと言っていたような気がしますが、ゆっくりにそんな芸当はできないです。中世のレリーフが落ちています。レリーフを3枚集めると養成所からおさらばできます。もう地下には用はありません。次はグレネードランチャーがあった美術品倉庫に向かいます。ゾンビの割合減少、ハンドガン廃棄により、戦闘が少なくなってきたのでちょいちょい倍速します。にハーブを決めさせました。ちょっと過保護かもしれませんが言ってしまったら元も子もないので、ショットガンの弾ももう取らないので以降は戦闘は控えるようにします。やっぱり虫は虫。水の鍵の使いどころはこれだけです。これより先はマーカス繁殖地帯と化しています。まずはすぐ横のドアへ。I'll go alone. Roger. 機体マーカス一体に、マーカスは前進するまで攻撃してくれないので、二度と来ねえよこんな部屋。みたいね。相手は変身のターンなので簡単に横を通れます。バーにはピアノが置いてあり、引くと隠し扉が開きます。初代リスペクトですね。練習が必要とされるポンコツレベッカではなく、ビリーで弾きますよ。このおじさん優秀です。ちなみに、バイオハザードアウトブレイクという作品にもピアノと連携した仕掛けがあります。ピアノを弾くと石像の腕が下がるという仕掛け。街の外れの洋館ならともかく、
大学に何仕掛けてるんですかね。バッテリーの代わりにはめるアイテムはないので、もう一度ピアノを弾きます。Come on. Roger. というわけで、バッテリーとマグナムの弾を回収しました。マグナム本体はまだ遠いですが。マーカスは変身済みなので急いで移動します。次に奥の部屋に向かいます。手前にあるガス実験室に進むとマーカスが追加されるからです。やることはハンドルを使ってレリーフを引っぺがすだけ、終わり。チンタラしてるとゾンビに噛みつかれます。油断してると割とやられるので気をつけましょう。残り1枚。お買い物長いよ。水の鍵で行けるエリアはもう調べ尽くしちゃ、しまったんだよ。帰り道なんですが、マーカスと虫がなかなか困らせてくれます。無傷で抜けられるのはいくいくパーセントくらいです。レベッカが次の部屋についてきてくれればOKです。何度もプレイして大体こうなるのは計算済みです。まあまあ、そう、焦らないで。これからの行動を考えてアイテム整理。バッテリーをビリーへ、取っておいた調合ハーブを使用、レリーフを1枚レベッカへ。二つ枠を開けたので、ビリーにフックショットを拾わせます。もう見どころもないので、レリーフを3枚使うあたりまで倍速します。倍速中に行っていることは、バッテリーと交換でレリーフをゲットするだけです。どうでもいいですが、バッテリーはバルブハンドルくんくらいこのシリーズに貢献してますよね。毎回ねちっこく説明してますが、この木箱はレベッカでも押せます。キャラによって押す速さが違うかは知らないです。許して。誰がこんなところにレリーフを置いたんですかね。集会所でロック解除後、この広い部屋に虫4体が配置されますが、簡単に避けられると思います。養成所はこれで終わりです。ビリー、レベッカともに HP ファインですし順調だったんじゃない。レリーフを3枚ぶち込んで次のエリアへの道を作ります。それぞれのレリーフに刻まれた、規律、服従、忠誠は、アンブレラ社員に対する指針、養成所における、法、であると、マーカスおじさんは語っていましたとさ。まだ1枚残ってるじゃねえか。もうちょっと良いアイテム整理法があったかもしれないですね。なんだこの画面。正直かなり面倒なんですが、GC 版は2枚組ディスクだからね、しょうがないね。このドンキのような本体ほんと好き。取っ手がセクシー。エロい。2枚目のディスクに突入しましたがもうちょっとだけ進みます。グレネード本体と焼夷弾をビリーに渡します。回復アイテムがないのでダメージを受けるのだけは避けたい。それでは次のマップに。行くぞ！
のでかい建物の扉はロックされていて、外にあるスイッチを踏んでいる間のみ解除されます。その踏みつけ役をレベッカに任せ、ビリーが中に侵入します。まあ逆でも構わないんですけど、大事なのは侵入する側がグレネードとフックショットを持ち込むことです。それにしても、あの手この手でいつも二人は別行動せざるを得なくなりますね。今作は討伐必須の敵が割と多いんですが、それを二人で倒せる場面は少ないです。スティンガーもセンチュリオンもそうでしたよね。焼夷弾とインクリボンを拾います。おいおいセーブするのかと聞こえてきそうですが、ちょうど良い中間地点であること、この先が事故発生ポイントであることなどからこうなりました。RTA と TA は違うから、多少はね。一番データに上書きしておきます。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。最後にアイテム状況だけ開示。遠距離恋愛の模様を描くパート4、始まるよ。前回、安全のためにセーブをしました。一番データをロード、気合い入れ直して、いざ鎌倉。子供だから、読めません。手持ちにインクリボンがあるとムラムラするのでさっさと捨てます。ついでにグレネードも装備しましょうか。部屋を出るとイベント、非粒子インフェクテッドバットが現れます。個人的にこいつが一番強いんじゃないかと思っています。このコウモリは、攻撃の際に必ず接近してくるのでそこを叩きます。ガン上空を飛んでいる時でも、自信があれば積極的に撃っていきます。ここまでは簡単。しかし、コウモリの HP をある程度減らすと、雑魚敵がうじゃうじゃ湧いてきます。武器を構えても雑魚をサーチするので、自分で向きを調整して、どうぞ。遠距離で狙うと、雑魚敵が盾になる場合もあって、クッソからタフ。ほら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 、かかってこいよ。ペイントに見事に釣られてしまいました。センセンシャル。焼夷弾も味わいたいようだな、お前オン。終わり。油断無駄打ち2発。ノーダメージ。今回はこのまま進みます。私は、コウモリ本体からダメージを受けた場合にリセットするようにしていました。特に、コウモリに掴まれて空を散歩させられるフリーフォールは、食らってしまったら諦めるべきでしょうね。屋根から裏に回り、エレベーターにパワーを灯します。こいついつも電源供給されてねえな。レベッカにお声をかけてエレベーターに乗り込め。あ、このパートで探索するマップは研究所です。研究所というと最後のマップ感がありますが、今作はまだまだ続くのでご安心ください。具体的に言うと、研究所、工場、処理場ですね。童貞は長い。階段らしき道が落石で封じられていますね。そんなわけでまたしても二人は別行動を強いられるわけ。悲しいなぁ。一人がフックショットで上の階を調べるわけですが、これは役割が決まっています。上の階がレベッカです。理由は、レベッカの得意な薬品調合に使う薬品が、地下2階には完備されていないからです。彼女に地下2階を捜索させる場合は、あらかじめ養成所2階の医務室で緑の薬品をゲットしておくわけですが、医務室なんて立ち寄った時点でガバにロスを塗る握手なので、レベッカ地下2階ルートはキャンセルだ。
は手を動けなく。青いヒルの弱点をゲット。このままでは使えません。慣れない頃はこの BGM ほんと嫌いでした。妙に焦りが生じてしまうんですよね。しかし相手にする必要がないことがわかると、ほんと興奮しちゃいましたよ。プレイ中にギタイマーカスを火炎瓶で相手してたら、逆に狩られたことがあります。火炎瓶扱いにくすぎー。先ほどお話しした赤の薬品をこちらで採取します。座っているゾンビはまだ襲ってきません。その反面、うつ伏せに倒れている奴は生きているので避けて通ります。大事なのでもう一度言います。うつ伏せゾンビは絶対に避けてください。カメラワーク的に敵が見えませんが、適当に撃っていきます。早速いきますよ。うん、気持ちいい。緑の薬品と赤の薬品を混ぜて剥離剤をゲットします。これがカプセルを溶かして中身を丸裸にできます。緑の薬品は単体で使用すると解毒作用があるみたいです。私はその用途で使ったことはないですが。列車にも搭載されていたアイテム、運搬エレベーターです。今回も酷使していきます。アイテム通信交換はめんどくさい。先ほど解説したうつ伏せゾンビの件ですが、あれを倒すとこの部屋にもゾンビが一体出現するそうです。タイプライターが設置されている部屋に敵が湧くのは少し珍しいですね。扉だなぁ。入力調整コイルをゲットすると、流れで古びた写真も発見します。これまで全く触れずに進めてきましたが、謎の青年がムービーにちょくちょく顔を出していました。この青年が若かりし頃のジェームス・マーカスにそっくりなんだとか。いずれ謎も明かされるでしょう。焦らなければミスなどするわけのない場所。お前、体だけは偉そうだねえな、お前。緑オブジェ回収。これをレベッカに郵送するまで倍速します。からの贈り物を受け取ります。私はこの部屋のゾンビを片付けましたが、放置していてもアイテムエレベーターは使えたはずです。まあ武器も装備せず敵も放置してレベッカを待機させたら、ビリー操作している間にレベッカ死んでしまいますがね。さっきと同じ仕掛け。やっぱり芸がありませんね。昼なんか加えて聖域解禁とか、こいつすげえ変態だぜ。奥にある滅菌剤を取ります。死にかけの這いずり、うつ伏せゾンビ付きの嫌がらせ。こういうゾンビの頭を踏みつぶしていかせるのが個人的に気持ちよくて好きです。今作はどちらのキャラも踏みつぶしのようなので快感ですね。他のシリーズで頭を蹴り飛ばすパターンもありますが、
こちらはあまり気持ちよくないです。で、忘れがちなことがあります。それは、赤の薬品をもう一度採取することです。取り忘れた場合は処理場で採取するわけですが、おそらく25秒ほどロスが生じます。俺って結構怖いですよ。滅菌したからもう臭くなさそう。鍵を取る前にゾンビが動き出します。なのでスピーディーに行動しないと攻撃されます。間抜けな奴はうつ伏せゾンビに足を取られるんですよ。上にも下にも被害与えるとか。いや本当に痛いんだよね。無理です。マーカスを倒す予定がないから延々と何しに来るか。真実です。何を実施してるのかな。本当は無傷で通りたかったですけどね。ダイヤルを送るまで倍速倍速。エレベーターを利用した二人の交流もこれで終わりです。というか研究所ももう終わりです。研究所マップっていつも物足りないから、もっと広くしていいと思う。ロープウェイを発見したビリーやニキのムービー。当然、電源は供給されていません。まあ誰も期待してないよね。レバーを下げて地下1階と地下2階で行き来できるように改良します。合流、合流、さっさと合流。レベッカの状態は黄色です。ああダメダメダメ。危なっかしいので回復させましょう。体調管理はしっかりしないと痛い目を見るかもしれませんからね。 HP が少なすぎるレベッカは繊細に扱って差し上げろ。奥に出力調整コイルが無造作に捨てられているので拾います。これとビリーが拾った入力調整コイルでロープウェイが動かせるようになります。ビリーからそれをもらい、ショットガンを預けます。この後のイベントでビリーが消えるので、邪魔なショットガンは彼と一緒に消えてもらいます。上参ります。2つのコイルを使用。コイルたち、そしてフックショットもこの部屋で契約満了なので後で捨てます。だいぶアイテム枠が空きますが、それでもショットガンを持っていると管理が辛くなる場合があります。
まあ、そういうアイテムの死者選択が楽しいんだよな。バイオ4のアタッチケース管理もほんと好き。やることはやったので、あとは脱出するだけ。しかし、研究所の捜索時間が列車パートよりも短い。やっぱり物足りない。物足りなくない?乗り込もうとするとイベント。コイルが外されているのでもう一度ハメハメします。あ、そうだ。おい、木村、君も帰っていいよ。ようやくフックショットを捨てられました。足かせが外れましたね。以降は全力プレイでノーミスを目指しましょう。現在所持アイテムはマグナム弾のみ。気のせいか身のこなしが軽く見える。きっと今は自由に空も飛べるはず。このマーカスだけ BGM が違うのなんで、ちょっとかっこいいと思う。死体のマグナムを物色。今回お世話になるマグナムは装弾数8発。弾も8発単位で手に入ります。6発のものに比べて 33% 増量なのでお得感ありますねー。少しくらい無駄打ちしてもバレへんか。そもそも養成所を邪魔してすぐにグレネードランチャーが手に入るのに、今さら胸部傷らして現れるマグナム君には、乾いた笑いが。出ますよ。緑ハーブ2つ回収。自信がある兄貴はこんなの取らなくていいから。そういえば、このパートは研究所マップですと言っていましたね。半分嘘でした。正確には研究所プラス工場です。工場は数分で終わる短さなので。安心しなさい。いつも疑問に思うんですが、この工場マップはバイオミのものと同じ場所なんでしょうかね。設計だけ真似た別の場所とも言われたりしていますが、真相はどうなんでしょうかね。正直なとこ詳しく調べてないみょん。知っても知らなくても私のチャートに全然関係ないだろうし。奥のアイテム取ったら何か出てきそう。はあ。ここは8割近くの傷で抜けられるのに。ハイドロポンプを外したような感覚。諦めよう、過ぎたことは。残念ね。さっきハーブ拾っておいてよかった。レベッカの体力には気を配らないと。ビリー操作したい。ビリーを探さなきゃ。やはりバイオミとよく似ています。アイテム。ボルス。が撤去されている点を除いて。アップキーっぽいものでターンテーブルを呼びます。上がってきたターンテーブルで移動します。途中で襲撃を受けたりはしません。というか中央の列車が存在しないんですね。風の通りが良さそう。鍵が落ちている場所に向かうとイベントがあります。エンリコ隊長との合流イベントです。Are you okay, Rebecca? Billy Cohen? You mean you found that criminal? Yes, but we got separated and... No point worrying about him. He won't make it. Come on, let's go. So
Sir, please. I need to find him. Don't worry, I'll catch up with you. Rebecca! All right. Just be careful. I never saw him again. 間髪入れずに次はボス戦です。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。普通は走り直すよね。私は普通じゃないから。こんなところでダメージなんか受けないんですよ、いつもは。ただ、ちょっと焦っちゃって、ちょっと構えが早くなって、サーチが働かなかったんです。渋滞を回してしまったことを心よりお詫び申し上げます。これ最後チャンスよ。ハーブでファインに戻せたことが唯一の救いです。工場マップは以上となります。短いのに疲れは異常に溜まりました。弾のロスは全然いいんですけど純粋に時間のロスがね。レベル4へ行く前にレベル2によります。レベル2にはマグナムの弾、緑ハーブ、赤ハーブなどがあります。そして、それらと共にハンターの配置も完璧です。ハーブ類は取るデメリットに対してメリットが貧弱すぎるので、スルーせざるを得ません。補充完了。ハンターくんの足音がやけに大きかった。怖いなぁ、戸締まりしとこ。ちなみにレベル1は養成所に戻れる便利なボタンです。もしかしたら誰かに使われるかもしれない。暑い真夏の夜加速するエレベーターは、ついに危険な領域。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。最終章。ビリー、キス。ハージもあるよ。ラストの舞台は処理場です。入場とともにムービーが挟まれるのでカット。内容は、真下の水路にビリーを見つけるがどうすることもできず、そのまま水流に流されていくというもの。あ、大丈夫っすよ。もちろんこんな程度でビリー兄貴は死んだりしませんので、ガチムチだし、何の問題もないね。今宵も始まる電源供給、バイオキャラたちの立派なお仕事。白丸のとこ2箇所と、3つの緑丸のうちどれか1箇所。計3箇所押すだけの簡単なお仕事です。焦るなよ。絶対焦るなよ。何やってるんですかね。まあええわ。パート1でもこんなガバしてましたよね。あの時やり直さなかったのは、キャプチャやスティンガー戦での非ダメージが気持ち少なかったからです。ダメージを受けるのが一番痛いですからね。回復アイテムが落ちていてもそれが敵の配置によって守られていたりもしますし。だから、ダメージ受けなきゃ平気平気。プロトタイラント?何のことや。壁沿いの内側を空港。外側はなかなか衝突して立ち上がった危険があります。階段を降ります。処理場は1階と地下5階から地下9階の縦に広いマップで、初見では混乱不可避。階段を降りると庭があります。ここは、ある条件を満たすとラーカーが出現する場合があります。処理場内にはラーカーが出現するポイントがいくつか存在します。今後その場所を訪れた時、右窓にて神様で警告します。と言ってもこのラーカーはとてもシャイで、出現場所に行っても姿を見せないことの方が多いです。各出現ポイントで実際に飛び出してくるのは、1割ありかないかって感じですかね。一応即死攻撃とか持ってるんで、万が一出てきたら警戒はしましょうね。そして合流イベント。ビリー! Rebecca, where am I? You're safe now. Are you okay? 今合流した部屋は一応ラーカーくんの生息地です。やっぱり基本的に出てこないです。あ、今。
調査という名の暇つぶしでちょっと遊んでみたので見てって、どうぞ。ラーカー君が現れるまで粘る遊びです。このゲーム最後の謎解きです。木箱を一列に並べて給水する作業です。バイオ2をプレイ済みなら、映画、チェリーでクラブの鍵を取るあれと同じものと捉えてくれて構いません。ただし、あれよりはかなり複雑化されてます。水に浮かない鉄の箱と、中央の檻が作業の邪魔なんじゃマジで。木箱は制限なし、鉄箱はビリーしか押せない。力仕事にはビリー。檻の回転は操作盤でしか行えないのでレベッカにさせます。今晩の仕事をちゃんとやりなさい。横向くんだよ、90度。じゃ残りは倍速かけますねのミスは、一旦部屋を出ないとリセットされないので、失敗は許されないんだ。This way. Okay. ようやくエンカウントしました。くっそどうでもいい検証に時間使わせやがって、死んでしまえ。ラーカー君を倒すなら、焼夷弾より硫酸弾の方が効くみたい。硫酸は一撃、焼夷弾はたまーに耐えられるみたいっす。以上、自分の疑問に自分で答えるコーナーでした。機体マーカスが結晶からで走ってくるので注意。また、ハンドルを使う前にショットガンを装備しときましょう。ショットガンの残弾数については4発あればまあ安定。ぶっちゃけそれ未満でもなんとかなるっしょ。無理やり押し通るとかグレネード使うとか。リカバリーなんて気分で決めよう。3体のゾンビが空路を塞いでいるので、適当に排除。最後ヘッドショットできなかったからモヤモヤする。もしこの先でガバったらこいつのせいだわ。次はハンターみたいです。少し前進して攻撃、戦闘しているうちに突破します。この辺は一度しか通らないので、倒す必要はありません。はじめのうちはここのハンターに硫酸弾を使っていたんですが、途中でショットガンに変えました。まあこんな感じでショットガンの役目は終了です。使わない武器を持っていても仕方がないので、私はここでショットガンを捨てます。個人の好みで捨てたり捨てなかったりしろ。要はアイテム枠に空き作っとけってことね。グレネードとその弾2つプラスショットガンだと空きがないからまずいですよ。って話。このチャートはグレネードの各種弾を拾いすぎている感は否めませんね。すべては最終決戦のためです。そういえば、パートナーはフィースキックで操作できるでしょ、的なコメントがありましたね。もちろん、私もそれは承知しています。しかし、無理にパートナーを動かそうとすると、メインの操作キャラの移動が怪しくなってしまうという私の不具合が出たため、フィースキックは封印しました。まさに、2頭追うものは1頭もえず。私の場合、安定を取るならメインキャラだけ操作するのが正解という結論です。リフトでの部屋移動は、パートナーもリフトの足場に乗っていないと分断されてしまうので、足場に乗るのを待ってあげましょう。
この通路でプロトタイラント君とのリベンジマッチが開催されます。レベッカとビリーが一緒にいるので、ようやくボスと2対1で戦える場となります。操作キャラをレベッカ、パートナーをビリーにして挑みます。細かいことですが、パートナーをビリーにしておくとレベッカの時と比べて積極的に銃を撃ってくれるらしいですよ。全軍突撃。銃まで撒くことができれば絶対での大歓声です。はい、終わり。戦闘時間はおよそ9秒。プロトタイラント第一戦に続きここでもミスをしてしまったら、さすがにリセットも考えていました。いやー、リベンジできてよかったです。マグナムとグレネードを同時に浴びせられるタイラント君にも、少し同情してあげてもいいけどね。ちょいと倍速挟みます。レベッカのケツを見ていたかったのんけの方。ごめんね。コンピューターの基盤を回収したら U ターン。特別話すこともないので、皆様のためにこんな動画をご用意いたしました。プロトタイラント第一戦の成功例です。本編のあの内容では、RTA、舐めてんじゃねえぞ。とか言われても仕方ないので、一応まともそうなものを別で撮りました。この棚のあたりでプレイヤーチェンジします。ビリー兄貴、監視ご苦労様。プロトタイラントは微動だにしませんね。もう彼は復活しませんし、出番もないです。水門レバーを操作後、水位が下がって道ができています。手追い何してんの。ハーブなんて拾わなくていいよ。ビリーがダメージ受けた記憶ないし。そうそう、ここはラーカー確定です。なんかよく出るなぁと思って調べたら、ここだけ必ず出てくるみたいですね。少なくとも一回はラーカー君の顔が見られる仕様。別に嬉しくない。ロックを外した扉の先にはレベッカが待機しています。意外と近かったんですね。二人が同じ部屋にいれば、少し距離が遠くてもイベントが起こせます。持ち上げられたレベッカがアイテムを拾います。レベッカのアイテム枠はビリーほど圧迫していないはず。ここでゲットできるバッテリーは中身空っぽなんで自分で作ります。材料は右にある3つ。赤い薬品はすでに所持しているはず。持っていなかったらアウト。また、バッテリーを取ると虫が2匹飛び出してきます。見ました。ビリーが攻撃受けたので階段登るのストップしたんですよ。高判断っぽくない。ここでは3つのアイテムを迅速に回収します。虫がうろちょろしていて、こいつとの鬼ごっこでたまに苦戦します。部屋を出る直前にビリーが虫に襲われて、見事に2人が分断されたことがあるので気をつけたいところ。ほら、虫が近づいてきてる。ギリギリセーフ。シースケッチを自由自在に操れればこんな苦労しなくていいんですけどねー。この辺は一度通ったし倍速にしましょうか。目的地周辺です。まず、キャラを所定の位置に配置させましょう。ビリーのアイテム枠に空きがあるかどうか必ず把握しておいて。確かこの木箱の上ではアイテムを捨てられないんだよ。
それからアイテムの交換もレベッカとビリーがある程度近くにいないとできないからね。なので、ワッパンパンでリフトを操作したら、そこそこのガバが誕生します。提案なんですけど、バッテリー無視してここでビリーがレベッカを持ち上げればもっとサクッと進められたんじゃないですかね。カードキーをゲットすると水中から稀にラーカーが出てきます。出てきてしまったら運が悪い。前世で何か悪いことでもしてきたんでしょうね。確定の1枚しか現れませんでしたね。もっとどんな風に出番を求めてもいいんだぜ。せっかくなので、最後に虫の説明をしてやるか。しょうがねえなぁ。虫にもプレイグクローラーという立派な名前があります。ハンターほど有名じゃないし、エリミネーターほど厄介でもないし、所詮虫って感じなのが悲しい。ハンター、ラーカーと共に即時攻撃も持ち合わせているけど、即死攻撃のない猿が一番厄介という。そもそも即死攻撃って大抵予備動作が長いってそれ一。はい、避けるよ、避けるよ。怖いやろ。先ほどゲットしたカードキーでロック解除。さて、謎の青年についてお話しします。謎の青年の正体は、ズバリジェームス・マーカスです。まず、ジェームス・マーカスとは、アンブレラ創設者の一人で、今回登場した養成所の初代所長です。有能な科学者で、ヒルを使い T ウイルスを作り出しました。冷酷な性格ゆえ恨みも買っていたのか、1988年、スペンサーの差し金でウェスカーとウィリアムによって暗殺されました。しかし、彼の亡骸に侵入した女王ヒルが彼自身の記憶と意志を受け継ぎ、10年後に復活。目的はアンブレラへの復讐。そんな彼が二人の前に対峙し、そのレールを脱ぎます。こういう変身ムービー気持ち悪いんですよ。化け物って感じがしていいのかもしれないですけどね。あ、前回に関して特に言うことはないです。聞いた息だけ調整しておりましていいと思う。見ての通り、私はレベッカ操作でマグナム連射です。攻撃は最大の防御とはよく言ったものですね。戦闘後、足元によく似た形状の鍵が2つ落ちているので拾います。形は似ていても、それぞれ L と R の文字が刻まれている全く別のアイテムです。使う場所が逆だと今は使う必要がないとか警告されるから、そんなケアレスミスもあるんだということで。は？いや、鍵は間違っていないと思うんですが。やっぱり間違っていないじゃないか。立ち位置の問題だったからセーフ。レベッカは鍵を刺す前にマグナムの弾を取っておきます。マグナム大活躍じゃないですか。誰だよ、マグナムに辛辣な説明したまんじゅうは。ぺしゃんこにするぞ。行こうぜ。ピリオドの向こうへ。I'll go check over there. ラスボス直前ということで、いろいろと物資が配置されています。手持ちと相談して適当に回収してね。私は榴弾とスプレーを一つ持っていきます。クリア寸前で死にたくないです。安定第一。装備は鬼に金棒でちょうどいいんです。リフトで脱出などさせねえぞと、最寄りの化け物が最後の力を振り絞って襲いかかります。また、お約束通り爆破装置が作動してしまったようなので、ラスボス戦は制限時間5分です。操作キャラは変わらずレベッカです。少ししたら敵とビリーとの直線上から離れます。理由は、この体当たりを回避するためです。ひたすら攻撃してひるませているつもりでも、この体当たりが飛んでくることが多いです。この吹っ飛ばされる愛最高に好き。
ナイスだビリー。第二形態の HP を1以下にすれば前半戦終了です。ここで化け物が日光に苦しむのに二人が気づき、天井を解放する作戦に出ます。レベッカが自動で4箇所のハンドルを操作して回るので、プレイヤーはビリー操作になります。ちょっとスプレーを譲らせてください。というわけで、レベッカの夢をさせないよう、ビリーがおとりとなって敵に厄介をかけます。この戦いでは銃を連射していたらすぐたまぎれを起こすと思うので、撃ったら捨てて間を空けます。連射してもそんなに沈んでくれないし、利点も少ないしね。1つ目終了。こうやってレベッカが妨害されるたびにロスが発生します。それでいい、女なんて放置して俺とクソまみれになろうや。お互いウィンウィンだよ。あれ、今ビリーさんお腹を抑えてましたよね。てことは HP99 以下ですね。さっきのファインはギリギリのファインだったみたい。これ、敵の体当たりが確定3発ということで。最悪スプレー返してもらえばいいや。2つ目終了。男性とか国性とか全く覚える必要はないけど、レベッカの変動を使う要因的が薄らっていると、彼女が立ち往生することがあるので、彼女がどう立ち回るのかはある程度頭に入れておくといいですね。残り有酸弾18発。所詮モンスターはモンスター。お前を倒せなければ神を超えることなど夢でしかないな。もてなし感謝する。そこそこいい具合に敵を引き付ければできているんじゃないかな。終了。今日もいい天気。ビリー。ヘイ、クイーニー。フィスト on this。というわけでゲームクリアです。クリアタイムは1時間51分18秒。完走した感想ですが、自分に甘いタイムアタックでしたね。それでいて中途半端な記録出しちゃって、他のシリーズと比べたら走ってる人は少ないと思うし、今回の記録の良し悪しは不明瞭ですけど、初めて時間を意識して走った時に2時間30分を要した私が、それなりにちゃんとしたチャートを構成して走り続けて、ここまで行けたことに当時は満足しました。好きなゲームを走るのはなんだかんだ楽しいもんだな隊長。次回作は今は考えてないです。ですが何かしらでアウトブレイクには触れるかもしれないです。最後にですね、クリア後のムービーの一部をどうしても挟みたかったので、これを流してお開きとさせてください。はい、用意スタート。ビリー！レベッカ、ハリHey, that must be the old mansion that Enrico was talking about.
I guess it's time to say goodbye. Officially, Lieutenant Billy Cohen is dead. Yeah, I'm just a zombie now. Thank you, Rebecca. バイオハザードゼロタイムアタック、これにて完結。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。